なあ。あ、かおりちゃん。あ、りょうたくん、こっちこっちこっち。ごめんね、待たせちゃって。こいつのせいで遅れちゃってさ。なにこれ、なにこれ、なにこれ。あ、これ。ここ何日か前から吸引力の弱い UFO が俺のことをさらおうとしてるんだ。はぁ、え、UFO？ これマジの UFO なの？ああ、小さいけど本物の UFO だよ。座れてる感じちゃんとあるし。この光線の中は手突っ込んでみたんだけどさ、指紋なくなったわ。大丈夫それ？ああ、大丈夫大丈夫。まあ若干顔のカラー引っ張られるから目が細く見えちゃうのは難点だけどね。で、おい、それは元からってか。さあ、飯食いに行こう。ジョナサンでいい？いや、待って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 。いやいや、どうしてそんなに冷静でいられるのよ。実はさ、俺小さい頃から UFO に対して憧れがあったんだよね。だから将来的には俺と奥さんと UFO と子供の4人で暮らせればいいなと思ってるんだ。あ、もちろん奥さんっていうのは君のことだよ。これ今言っちゃっていいのかな。結婚しよう。絶対今じゃない。まあだからあんまり心配しないでも大丈夫だよ。さあ早くご飯食べに行こう。いや、もうちょっと待って、不安すぎるって。もう、あ、なんだ、急に UFO の吸引力が上がっていく。まさか今まで本気出しなかっただけじゃない。そんな、あ、りょうたくん、帽子ちょっと持ってかれそうになったわ。あ、本気出してもそれくらいなんだ。